え、なんでその汗汚れとマジックが一緒になってるの？こうやって7だからしょうがない。汗のシミがこっちに、なんで良くないの？ちょっと、たまってていただいてもいいですか？待って、待って、待って、汗の汚れ使えへんで。特許な。知らない。でも、ええんやったら真似してほしい。みんなが真似せへんとは用ないか、特許ないっていう。真似それの方を落とすのにはいいんちゃうのって話やけど、も汗じみって違うやんか、別に基本水溶性やねんから。汗って油汚れではないねんから。油汚れやったら、天ぷら食べたとか油をいっぱい飛んだりとか。マジックにぴったりな成分。で、これは汗にぴったりな成分で、別にゴシゴシすることないし、こっちに汗がついて汚いっていう話は全然思わへんし、うん、1ドル1本買ってきたら何年もするんじゃなくて、子供の。あれは歯ブラシでビビビビビって叩いて、めっちゃ綺麗になるよ。そんなん知らない。前ぐらいで帰ってきますね。これね、襟ぐりとかあるじゃないですか、このワイシャツとかの、ね、シャツとかになりますよね。そうそう、襟ぐりに、なんて部分用スプレーがあるんですけど、これ他社さんね、で、これアムエ、このオチの違い見てください、いきますよ。なんなんそのマジック、これ他社、よく私のデモキットのデモキットのマッキーですよ。なんでその汗汚れとマジックは一緒になってるの？こうやって何だった？7だからしょうがない。マジックでマジックと汗の成分ちゃうかな。ちょっと見てみます。まあ、見てください。はいはいはい。で、この他社の場合は、これをこう直接ね、ぬりぬりしないといけないですね、これ。だから、これ直接こうぬりぬりすると、この繊維のね、この汚れがここについちゃうんですよね。で、やっぱりね、あんまり良くない。汗のシミがこっちになんで良くないの？ちょっと、たまといていただいてもいいですか？汗の汚れ使えへんで、使えへん、これについて汚いとかそうなれへん。ちょっとここ行きます。いや、まあそう言ってねえな、わかった。そうそうそう。で、アムエは、これスプレータイプになってます。で、私これ感動してるの、見てください、これ。チョボね。押しやすいようにちょっと斜めになってます。チョボ？チョボ。それすごいの？なんかこう、なんか…それ特許な？知らない。でも、ええんやったら真似してほしい。みんなが真似せへんとは用ないか、特許ないっていう。ええもん真似したらいいからね、皆さん、これは使い方が。特許なのかな？わかんないです。まあまあね、いきますね。で、スプレータイプなんで。で、こういきます。スプレーにした方がこんな悪いやん。環境にフロンとか入れんねんから。ちょっと…ああ、で、これをスプレーいらんやろ、はい、こういう感じで刺繍で十分置いておいてもらう、はい、で、こうね、他社ね、で、これアームです、ね、これを、じゃあ田原さんにですね、マジックのように思い切って下にバッて引っ張ってください。テーブルクロス引きみたい、テーブルクロス引きみたい、いけ、思い切っていい、はい、思い切って、はい、すごい、見てください、ほらこの汚れの違いで、他社も落ちないことはないんですけど、こんなんええやんけ。ほら。あ、こんだけ擦らないと。で、マメほら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 。ということは、襟ぐりについた、こう、襟、生地をね、傷めない。ほら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 。そういう使い方ちゃうよ、別に。これ、ピッピッピューって洗濯機入れるわけで、ゴシゴシすることはないよ。じゃあ、でも汚れが落ちてないじゃないですか。汚れ？うん。マジックやろ、汗、成分が違う。マジックが落ちやすい成分がアムエで、環境に悪いフロンなんかがあって、スプレーにわざわざしてる。火気高温注意って書いてあるわけよ。な、だからこれ環境に悪いもんで、これすごい汚れが落ちる成分、マジックにぴったりな成分なんちゃう？マジックにぴったりな成分、で、これは汗にぴったりな成分で、別にゴシゴシすることないし、こっちに汗がついて汚いっていう話は全然思わへんし、もう一つやって、もう一回洗剤に放り込むのがこういうののやり方やんか、洗濯の前にやるだけやんか、ゴシゴシすることも、生地が傷むこともないし、そして汗にぴったりな成分やったらこれで落ちるんちゃいます？十分。っていうか落ちへんのあるやん、肩。あの、簡単やで。どうやって落とすんですか？オキシドール買ってくるやん。オキシドールって過酸化水素やんな。過酸化水素、酸化作用やから、酸なんですよ、酸。酸、ね、強めの酸ピーってこういうところにつけるやんか。歯ブラシでピピピピって汚れ浮いてくるから、それで落ちるよ。オキシドール買ってきたらいいんちゃう？これ落ちへんの俺。オキシドール？オキシドールこんなんやつだよ。日本薬局法のな、薬品やからめっちゃ安いわけよ、こんなん。こんなんの瓶でこんなんもう何年も持つやんか。
何年も使う、これ買ってきてピピピってやって歯ブラシでピピやったら、いやいやもっと落ちんで、マジックは落ちへんで。だからマジックは落ちんのと汗っていうのがな、要は汗っていうのは水溶性のものやから油と違うから、だから酸とかで漂白作用が酸があるから酸とかがぴったり、うん、インターネットでみんな調べてね、うん、何のシミなんか食べ物のこう油汚れなんか何なのかとか、こういうのに分けてそれを溶かす成分の洗剤を使ったらどれもが落ちるんですよ。みんなそれを知らないから汚れが落ちるとか落ちないって話をするんですよね。だからマジックがついてたら、いやいや服にマジックあったらこれでも落ちへんと思うよ。これガラスやから落ちただけやで、ガラスとこれの相性があってそれを落とすのにはいいんちゃうのって話やけど、でも汗じみって違うやん、別に基本水溶性やねんから。汗って油汚れではないねんから。油汚れやったら、何あの天ぷら食べたとかの油がいっぱい飛んだりとか、なんか中華料理のドロッとしたのあの油をピッてやったりするやんから、いややっぱ落ちにくいと思うよ、汗じみやから。そして汗じみは水溶性で酸で落ちますよ、漂白で。だからあの過酸化水素オキシドールで落ちます。オキシドール1本買ってきてたら何年も済んじゃいます。子供のあれは歯ブラシでピピピピって叩いてめっちゃ綺麗になるよ。そんな知らんの？倍ぐらいで帰ってきますけど、ね、もうなんかだから化学なんですみんな、うんね、汚れっていう成分があって、この成分を溶かすのが何なのって。で生地があったら生地を傷めるやつも、それは酸が強くてもアルカリが強くても傷めますよ、ゴシゴシしても傷めますよ。じゃあ一番溶けるものは何なんですかっていうのをやっていくんですよ。だからこれは水垢でも一緒、何でも一緒。水垢の場合は今度溶かすやつと削らないとどうしてもね取れないっていうのもあるから、だからそういったそれ用途があるんですよ。だから業務用っていうのはそれはね、あのやっぱりその安全域が少ないから、業務用っていうのはむちゃくちゃ酸が強いとかあるから、その代わりバースって効くわけですよね。でも分かってない人やったら混ぜるな危険って見たことない？あります。あるでしょ、うん、あれは強ければ強いの、強い人同士やったらガスが発生するわけですよ、有害ガスが発生する、混ぜてしまったら。だから換気のないところでやったら危険やから、強度があればあるほど有害ガス濃度も強いでしょ。だから危険危険ってやって素人使うなよというのはなってるの。それは手やってね、あのヌルヌルしたり酸が強かったらダダダダってなるから、だからそういうのは業務用として、まあ、家庭用で売られてるのは安全域がしっかり担保されてる、その代わり汚れ落ちにくいですよねって。だから科学分かってる人はこの汚れにはこれがいい、この汚れにはこれがいい、これねってやっていくだけで同じ結果で、だから僕は違うので落ちますよって、その通りになったでしょ。なった。もうオキシドールいいんちゃうの？オキシドールとアムヘイさんのこれどっちが高いの？多分こっち、こっちは断トツな、多分オキシドールでわざわざそのためにこんなんやんの、部分やんの。ちょっとなんか悔しいっすね、なんかめっちゃ悔しい。次、はいはいはい、これ1000円もする、1000円もする、1000円もする。このなんも100円とそんなんちゃうの知らんけど。